ザクセン王国の旗王立ザクセン国有鉄道は、1869年から1918年まで、ザクセン王国で運営されていた、国有鉄道である。1918年から1920年に、ドイツ国営鉄道に統合されるまでは、王立が外れて単に、ザクセン国有鉄道と呼ばれていた。日本語では、ザクセン間有鉄道、ザクセン国鉄などとも呼ばれる。 ドイツでは1871年にプロイセン王国、バイエルン王国、ザクセン王国、バーデン大公国、ビュルテンベルク王国などのドイツ語圏の多くの両方からドイツ帝国が成立したが、それ以前に多くの両方は独自に鉄道を有していた。各両方の鉄道は次第に運営上の協力を深めてはいったが、ドイツ帝国成立後も第一次世界大戦後まで、 それぞれに独立したまま運営された。王立ザクセン国有鉄道の路線も民間企業によるライプツヒドレスデン鉄道の1839年の完成後、ザクセンの議会も鉄道建設へ関与するようになった。初期にはバイエルン、ボヘミア、シュレージエンなどと結ぶ鉄道及び国内を南北に走る鉄道が必要であるとされた。この計画の資金は民間が出資した。 鉄道委員会の手に握られていた。一方で、政府は適切な政治的、法的判断を行うこととされた。1841年1月14日、バイエルン王国とザクセンアルテンブルク王国の間で、ライプツヒと抱負を結ぶ、鉄道建設に関する条約で合意された。1841年6月22日、ザクセンバイエルン鉄道が設立され、 1842年9月19日に、ライプツヒとアルテンブルクの間が開通した。建設費が予定の限度を超過してしまったため、合意を履行するために政府が参加して、国家予算で完成させなければならなくなった。ライヒエン・バッハ、イム・フォークトラントまで完成した、鉄道路線が1847年4月1日に、政府所有に移管された。同時に、 ライプツヒに設立された王立作ンバイエルンクに、有鉄道管理局が業務を開始した。この管理局には議会によって特別な規定が与えられた。管理局の幹部は適切な権限が与えられ、政府当局の直轄下に置かれた。職員の給与は議会の承認を受け、運賃も法律の規制を受けた。ゲルチュタール橋やエルスタータール橋などを含む鉄道の建設費出資に、 加えて、鉄道の所有と運営の関係に関して、ザクセン・アルテンブルクとバイエルンの間で合意する必要があった。1851年7月15日に抱フまでの路線が完成した。ドレスデンからボーデンワッハまでのザクセン、米面鉄道の建設を引き受ける適切な会社が見当たらなかったため、この業務も政府が実施することになった。1848年8月1日に、 ドレスデンからピルナまでの区間が開通し、これがザクセンにとっての2番目の国有鉄道路線となった。これに伴い、ドレスデンに本部を置く王立ザクセンベ面メン区に、有鉄道建設運営管理局が設置された。1843年7月24日に、プロイセン王国と条約が結ばれ、ドレスデンからバウツェンを経由して、プロイセン領のゲルリッツ及びブンツラウまでの鉄道が、 建設されることになった。これにより、ブレスラウへの重要な連絡路線が可能となった。1847年9月1日に、ドレスデンからゲルリッツまで全長1 0 2トルの路線が政府の支援を受けて設立された民間企業であるザクセン、シュレージエン鉄道によって開通した。1851年1月31日に、この会社は政府所有に移管された。 同時に、私鉄の令和うついったう鉄道も買収された。ドレスデンから出るこれらの路線の経営を統合することにより、費用を節約できるとされ、王立作戦ウェイメン及び作戦、主霊自演区に有鉄道ドレスデン管理局が発足した。1852年12月14日にこれはより、簡潔な王立ドレスデン区に有鉄道管理局と解消した。 1853年10月1日には、王立ケムニッツ、リーザ区に有鉄道管理局が発足した。このつぼは、リーザケムニッツ線の建設を完成させ、その後運営を行うことを任務としていた。バルトハイム、マイナスデーベルン間の構造物建設費により、民間のケムニッツリーザ鉄道が、経営破綻したために、これを引き継ぐ必要からであった。プロイセンとは異なり、 ザクセンでは、鉄道法が制定されることはなかった。これは、各鉄道の建設提案について、毎回議会で承認を受ける必要があるということを意味していた。過去の否定的な経験にもかかわらず、この後の10年間も国有鉄道の建設は、増加していった。これには、地理的な難点から、様々な問題が発生した。ケムニッツリーザ館だけではなく、 フライベルクからターラント間などでも技術的に大きな混乱があり、これに伴って費用も高騰した。1858年11月15日、ケムニッツからツビッカウまでの路線が開通した。これは1845年に建設されたツビッカウからの路線を経由することにより、リーザからザクセンバイエルン鉄道へとつながったことを意味していた。 この結果、ケムニッツ管理局は廃止され、管轄下の路線は、ライプツヒ局に移管されて、王立西部区に有鉄道管理局に改称された。同時に、ドレスデン局は、王立東部区に有鉄道管理局に改称された。1862年には、国有鉄道の全長は 525km に達した。これに加えて、ライプツヒドレスデン線、スビッカウや、 レーレンのザクセン丹田地方における、私有の炭鉱鉄道、ツィッタウライヒエンベルク鉄道などがあった。しかしツィッタウライヒエンベルク鉄道については12分の11の所有権を政府が持っていた。1865年には、ライプツヒからコルベタ及びビターフェルトまでがつながり、これによりマクデブルク及びベルリンへもつながった。またフォークトラント国有鉄道ともつながった。 広島戦争に際して映画へ避難させられたザクセンの機関車ザクセンの鉄道士で大きな出来事であったのが1866年にプロイセン王国とオーストリア帝国の間で戦われた広島戦争であった。ザクセンはオーストリア側についていたためプロイセン軍が進攻してきた際にはすべての機関車を甲フ、映画、ブダペストへ避難させた。 戦争中には、オストラウの高架橋とリーザのエルベ川に架かる橋が破壊された。戦後の平和条約では、プロイセンは、シュレイエン鉄道の内時国領内を通過する部分と、ゲルリッツ駅の所有権を得た。また、ライプツヒとツイツを結ぶ路線の許可も得た。その後、鉄道網はさらに拡張された。シュバルツェンベルクに鉄道が1858年に通じたことで、上、 エルツ山地地方にも鉄道が通じた。1866年にはアンナベルクブーフホルツへの線が開通し、1872年にはバイパートへの線も開通した。こうした路線の最も重要な理由は北ボヘミア盆地の石炭の輸送にあった。1869年にはフレーハとフライベルクの間がつながって、二つの鉄道網が統合された。この結果、 1869年7月1日に、ライプツヒ局とドレスデン局が統合されて、王立ザクセンクニユー鉄道総管理局となり、ドレスデンに本部が置かれた。ザクセンクニユー鉄道の局長となった人物としては、数密顧問であったオットー・ユリウス・フォン・チルシュキーウンとベイゲンドルフがおり、これは後に、やはり局長に就任した、パウル・フォン・デア・プラーニッツの義理の父親であった。 1871年にドイツ帝国が成立した後の数年間、ザクセンでは多くの私鉄の建設計画が生まれていた。しかし多くの場合は、この計画された路線を完成させ、あるいは運行を続けるためには、政府の支援が必要となった。これに加えて、さらに鉄道網を拡張する建設工事が続けられた。鉄道の建設により、エルツ山地や、 ラウジッツなどの地方の村々にも工業を発展させることが可能となり、発展途上地域を育成することになった。1876年7月1日に政府はライプツヒドレスデン鉄道を買収し、これにより路線長を 337.5km 伸ばした。その後、ザクセンに残るほとんど全ての私鉄が買収された。これはプロイセンが主導していた。 ドイツ国営鉄道構想の準備のためであった。ザクセン国有鉄道の路線長と機関車保有数の水位鉄道の建設費及び運営費は必ずしも鉄道の収益で償えるわけではなかったため企画の簡素化を検討するようになった。1865年にはドイツ鉄道管理局連合の技術者会議において二級線の考え方が提案された。 これは1878年にドイツの優先度の低い鉄道に関する規定として正式化された。この簡易規定に基づいて建設された路線はザク線においては二級線と呼ばれた。26の路線で全長 453km が直ちに二級線としての運営とされ、1879年には二級線として最初から建設された初めての路線、ライプツヒから、 プラーグビッツを経由して、ガシュビッツへの郊外路線が開通した。二級線であっても、すべての場合に想定されていた、費用節約が得られるわけではなかったため、1881年には7 5 0ト、mm、ル期間の狂気鉄道の建設が開始された。1881年10月17日にビルカウとキルヒベルクの間が開通した。1920年までには、 ザクセン狂気鉄道網の全長は 519.88km に達した。重要な鉄道施設としては、1891年から1901年にかけて建設されたドレスデン中央駅と1915年に完成したライプツヒ中央駅が挙げられる。どちらの駅の改良も、これらの都市の鉄道施設の大規模な改良を伴っていた。1918年に、 ザクセンをフリードリヒアウグスト三世が退位して王国から自由州となり、王立の冠が取れて単にザクセン国有鉄道と呼ばれるようになった。1920年にドイツ国営鉄道に移管される時点でザクセン国有鉄道は 3370km の路線長があった。ドレスデンの鉄道網は南北方向にライプツヒからプラウェンを経由して豊富へ リーザからケムニッツへ、エルスターベルダからドレスデン及びシェーナへ、東西方向に、プラウェンからケムニッツを経由して、ドレスデンへ、ライプツヒからドレスデンへ、ドレスデンからゲルリッツへ、といった構成となっている。工業化の進んだエルツ山地地方へは、川の谷に沿って建設された行き止まりの線が、張り巡らされていた。何か所かで、エルツ山地の分水界を越えて、 ボヘミアの鉄道網と連結されていた。最初の蒸気機関車は、イギリスで、すでに実績のある方を購入したものであった。車軸配置0から4から0のものと、後には2から4から0のものであった。また当初は2から2から 2, から2のものも購入されていた。これらの機関車は、比較的長期間にわたって本線に配置されていた。1870年になって、 ようやく4から4から0の軽エイト型が投入された。支線や入れ替え用には、さらに長期間にわたって零から4から0が主力であった。1890年代初頭から三道軸機が導入された。この頃から貨物用、旅客用、急行用など各種の用途により合わせて機関車が設計されるようになった。北部や北東部は平坦で、 南部や南西部は山勝ちであるという地形的な条件のために多くの異なった設計の機関車が導入された。20世紀になる頃には高速な新世代機関車が導入された。4から6から0の機関車に続いて4から6から2や2から4から2が急行列車に2から6から2が普通列車用に2から8から0や0から10から0が貨物列車用に導入された。 狂気用の機関車の開発にはあまり重点が置かれなかった。三道軸の IK 型の後にはあまり納得のいかない二つの形式が投入された。1892年になりようやく0から4から4から0のマイヤー式機関車 4K 型が開発され、数十年にわたってザクセン狂気鉄道網の主力となった。1918年の 6K 型が 最後の成功を収めた形式となった。私鉄のライプツヒドレスデン鉄道はいくつかのドイツの機関車メーカーから機関車を購入していたが、国有鉄道はケムニッツにあるザクセン機械工場でほとんどの機関車の開発、製造を行っていた。動力分散方式の車両はザクセンの鉄道では限られた数しか使用されなかった。定期運行で長く使用されたのはクリンゲンタール。 ザクセンベルクゲオルゲンタール狂気船における電車のみであった。上気動車、蓄電自動車、内燃動車などの実験も行われていた。1883年から長期にわたって使用されていたのは3両のトーマス式上気動車であった。1915年に購入された2両の電気式、ディーゼルカーは、それ自体は成功を収めたが、 第一次世界大戦後スイスへ売却された。ザクセンでは独自に設計した貨車に加えてプロイセン設計のものを改良したものも使用していた。ドイツ国有鉄道車両連合が1909年に発足した後は標準化された貨車が導入された。ありがとうございます。